スプラトゥーンパートわからないやっていこうと思います。今日はアップデート情報で新しいステージをネギトロやろうと思います。あるよね。来た来た来た。レギュラーでネギトロ、あ、どっちもネギトロか。まあまあまあ、まずは縄張りでまずは縄張りで、でまあおかげさまで腕前 A+99 やっといったのでいったので、まあどうってこともないんですけどまあめっちゃ時間かかりましたよね。普通に A- から A の壁が厚くて、でも今ガチマッチ入っても多分あの A+ はなんか A+ だけの部屋とかじゃなくて A- から A+ までなんかまんべんなくいる感じの部屋になってます。なんでまあレベル的には A- からずっと同じ部屋だったかな。ネギトロだやっとだネギトロ来る前に箱フグ倉庫に2連続でなってて、さあ初ネギトロです。散歩してません。一回やってから、一回ちょっと何も知らない状態を楽しんでから散歩しようかなと思って。とりあえず下を見よう。真ん中が空いてる。ゲームパッドを見ると真ん中が空いてて、さあなんか見下ろせる、ここら辺見下ろせる。ほい、ここら辺来そうだね。あー外すし、おお怖っ、危ねえ危ない危ない。まあここは通さない。うわ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 、目の前に来たあ、なるほどね。右からも、右と左と2箇所ずつ、2箇所ずつっていうか2箇所登れるところがあるのかな。攻めるか。でここは、ああ壁登るためにはこれをやんないといけないということか。向こう見える。うわうわなんかさっきと同じことやってるよこの人と。めっちゃ攻められてますどうしようかな。おっと、もう一人いた。真ん中が攻められてるけど、あまり攻めすぎても勝てないので縄張りバトルは。お、ここ見晴らしいね。やられてる。左からも攻めたいところだったけど、近い近い近い落ちちゃった。2人ともやられたよやばいめっちゃ負けてる。いやー散歩ぐらいするべきか。うまいな。全然当たんないし。ちょマジ誰か攻めてチャージャー四角が多くてこれが限界です。よいしょ、まだいるはずなんだよな。はいはい手こずってた、ずっとここに。で右の方も負けてて、いやダメだ負けた。やっぱねマッピング能力っつうの、なんつうの、マップを把握してる力ってのがだいぶでかいっすよね。マップ把握してからこそ始まるっていう感じしますね。 A+99 でも初見ステージはこんな感じです。
はい、箱フグ倉庫をカットしてお届けしております。次は右から攻めてみよう。じゃあもういっそのこと思いっきり前衛まで行ってしまおうかな。おお、めっちゃ濡れるぞ。あー、ここめっさ見晴らしい。相手絶対ここ通るしかないしさ。あ、でもギリギリ届かないんだ。あー、結構距離あるわ。倒せない。射程範囲だけど。あー、倒したここは絶対相手通さないな。頑張って攻めてその間に自分も攻めるか。まあとりあえず塗ってみて、相手が登らせるのをカットして、この間にマップで、なるほどね、ここら辺が塗れる。そういえば新しいステージのあのなんだっけな、ホッケフト、あそこはチャージャー多分一番苦手かもしれないっていう結論に至りました、結局。あ、左攻められてる。行ってみよう。おっと、なんかびっくりした。チャージャーか、相手も。相手は何チャージャーだろうな。見えないな。走行してるうちに右が攻められてる。どこだ？もう一人いるよな。いなかった？いた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 生き延びてる。やっぱ倒した。攻めてみよう。おお、なんかアトラクションみたいステージ名なんだっけ。あ、あっち攻められちまった。倒したいな。まあいいや、今回は攻めてみよう。あー、ここは歩くしかないのね。うわっのこのこと歩いてたらまあこうなるよな。なるほど。ネギトロなんだっけこのステージ名、忘れちゃったけど、なんか見晴らしのいい、よいしょ。はい、あれ最後ボム投げたと思ったけど投げれなかった。あ、結構立体的に入り組んだとこですね。ガチマッチでも多分左右のこの真ん中のとこかなってパッと見ながらじゃないとわからないけど。なるほど。あ、ネギトロ炭鉱か。あの、なんだっけ、世界遺産に登録されたところみたいな感じしない？軍艦島だっけ、なんだっけ。あ、左から来てしまったなんか今ダイブしてなかった？今なんか心中してたやついたよ。やられとるし。あ、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 危ない危ないボムを落とす。そう、チャージャーもね結局いろいろ使ってたんですけど、なんか結局なんかこのチャージャーが一番安定してます。このスプラッシュボムが良くて、壁もなんか一気に塗れるし。うおっと、危ない。うわっ、うわ、3人やられるのはまずい。インクがない、インクがないすげえ、3人やられたよここで。
ごめんなさいね。自分がちゃんと倒しておくべきだった。そうこうしてるうちに攻められてます。はい、登れません。あ、登った、登られた。くっそ、何戻ったのかな。この裏にいるよね。あ、いた。うわ。一発。スーパーショットのあれ縦に長いから全然上にいてもやられちゃうね。さあ、 あれを塞ぎに行くか。もう一人いるはずだ。いた。うわー、もう一人来てるはず。めっちゃ攻められてるよ。もう一人来てたとなったら、あ、戻ったか。攻められてる。よしよしよし、もっと見晴らしのいいところで最後塗りたかったな。微妙。一回攻められたけど自分こっち側も攻めてる。どうなる。お、ギリギリ。上からの見晴らしがいいようで、なんかトンネル的な上が塞がってるのがいっぱいあるからなかなか難しいっすね。アンチを見つけたいところだけど。さっき話しかけで終わったかもしれない。チャージャーは結局なんか今のスコープが距離的と、あとなんだっけ、あ、チャージ速度、この2つがバランス良くて、なんかこれが一番いい気がします。スペシャルウェポンもそうだし、早いね。頑張って。よし、わあ、なんか、わあ、なんか、あれ。なんか視界が変わるなと思ったら超落下してた。やばいやばいやばい、間に合わない。あー、間に合わん。くそ、早いな。おいおいおい、まずは足場を取ってから。んんんん、なんかいっぱいいるよ敵。逃げた。あんまり下にいたくないんだよな。突然遭遇すると終わりだし。うわー、やられた。味方弱え、完全にやられてる。ボコボコじゃん。じゃあ今回は攻めてみる作戦もいってみようと思ったら来てる。え、え、え、今なんか当たった音したけど何の音？スプリンクラーだったかな。スプリンクラーじゃなくてなんだっけ、というかやられすぎでしょ。
うわ、なんか落ちたりするから怖いんだけど。おー、船攻めてみよう。来てるここダメだな、のんきに登ってるとすぐやられるな。簡単には攻めさせてくれない。くそ、よいしょ、めっちゃ攻められてるよこれ。総合的にチームが弱すぎるいやー難しいなこれも。そう、ホッケフトもそうだけど、出会い頭系が多いとチャージャーはねすっげえ難しい。やっぱ攻めまくってる人が強いイメージあるね。フレンド来てるかな。ランク20が固まりだしたよ。ほとんどランク20になっちゃった。多分フレンド来てると思ったら倉庫。まあいいや、最後倉庫でちょっと暴れて終わろう倉庫は見晴らしいからチャージャーの餌食になりやすい。さあここで A プラス99の力を発揮して終わろうじゃないか。あそこは届かないんだよね。うわ、いい感じにみんな攻めてきてるな、いろんなとこから。この右がうざいな。ちょっと攻めてシューターさんは攻めて、シューターさんはマジで攻めないとどうにもなんないんだって。うわ、ナイス。あ、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、体力確保。もう一人後ろにいる。今溜まったと思った、溜まったと思った。一旦逃げろ。よっしゃ、一旦逃げろが効くステージじゃないとマジでやばい、やばいです。止まりそう。ほらほらほら、 A プラス99の力、何避けられた。前が視界が悪すぎるチェイスボムにやられるとかしょうもな。そしてまたしてもやられてるよ、結局やられとるよ、めっちゃやられてるよジャンプしまくる人やっぱりなんだかんだ打ちにくいんだよな。あぶね、おっと、なんか緑の弾が見える。お、倒してくれた。濡れ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 、出てこない、くそー、塗ってればよかったか最後。いやー、あ、負けた、普通に負けた、畜生あ、なんか今回負け多いよ。まあまあまあ、こんな時もありますよいや難しいね、やっぱね、勝敗ちゃんと
ばらけるからね。とまあ A プラス99でもそこまで変わってない気がします。ガチマッチもやるかな。あ、そう、散歩しよっかね、ギトラ炭鉱後で。あ、ここでガチマッチやりたいね。じゃあまあ今回はこんぐらいで終わりにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。